36プラス3に乗車するために博多駅にやってきました。博多駅ではいろいろな JR 九州の車両を見ることができます。この時は令和2年7月豪雨の影響で湯布院駅には到達できませんでした。しかし3月1日には九大本線が全線開通の予定です。そうなれば湯布院の森で湯布院まで行けます。湯布院の森はハイデッカー仕様で景色を楽しむにはとても良い車両です。新幹線ホームを見上げると800系新幹線が入線していました。九州新幹線が新八代駅から鹿児島中央駅まで部分開通した時に JR 九州が導入した新幹線車両です。普通席でも2プラス2の4列配列の座席で、デザインは水戸岡英二さんとドーンデザイン研究所が手掛けています。この車両にはピクサーのラッピングが施されています。車両は817系電車。白い車体も特徴的ですが、目を引くのはその内装です。座席は思わずミッキーマウスって言いたくなります。 JR 東の通勤電車しか知らない人がこれを見た時に、これが普通電車なのって声に出していました。後ろの813系がまともな通勤電車に見えます。目的の36プラス3が入線してきます。787系特急電車をベースに内外装がリニューアルされています。車両については別の動画で紹介したいと思います。そこを目指して5回目の発特急36プラス3おしまちを行うことです。手に有明海を見ながら列車は鹿児島本線を南下します。奥には島原など長崎県側が見えています。新型コロナウイルスの影響で途中の玉名駅、牛の浜駅での停車が心配されましたが、実際には停車をして地元の方々との交流も実現しました。分かる人には分かることですが、JR 九州の特急列車が第三セクターの肥薩オレンジ鉄道のレールの上を走っています。もともとは同じ JR 九州の鹿児島本線でしたので、設備としては何ら問題はないのだろうと想像します。しかし別会社となった今では運行の調整などは手間がかかるでしょう。
そう考えると肥薩おれんじ鉄道のご協力に感謝しかありません。第三セクターをめぐる鉄印の旅では、八代駅で手書きの鉄印をおれんじ鉄道さんにはいただきました。ですがおれんじ鉄道の車両自体には乗っていませんので、今度全線に乗りに来ようと思います。列車は旧西鹿児島駅、現在の鹿児島中央駅に向かって南下を続けます。鹿児島の人は西鹿児島駅を西駅と呼んでいたと思いますが、今はどう呼ぶのでしょうか。中央駅って言うんですかね。まあちょっと気になりますので、鹿児島の人がコメントをくださると非常に助かります。この日は雲の間から光が差して、海がの水面が輝いていました。本当に美しい景色だと思います。